6月補正予算案は、新型コロナウイルス感染症への対応としておよそ79億円が計上されています。このうち落ち込んだ観光消費を盛り上げるため、観光施設や交通機関などで利用できる3000円相当の割引クーポン券を旅行会社を通じて発行する事業に3億2000万円を盛り込んでいます。また、学校の休校で遅れた学習を取り戻すため、私立の中学校と高校の生徒が使えるオンライン学習支援サービスの導入に7億7000万円余りを盛り込んでいます。6月議会は今月19日から開かれます。